はい、こんにちは、レトスノーのです。今回なんですけども、卓建士の行動指針3つ。これを解説していきます。卓建業法の15条、15条の2、15条の3。ここの条文の内容となります。内容としては、キーワードを頭に入れていけば大丈夫です。深い理解までは必要ありません。この動画を使って、キーワードをしっかり頭に入れていきましょう。そして、弊社レトスは個別指導を行っております。理解学習を使って、 無理なく無駄なく効率的にあなたを達検合格に導きますこれまで1000人以上の方に個別指導を受講していただき4年連続で7割超えの合格率を出した実績もございますもし次の試験で絶対合格したいというのであれば是非個別指導をご検討ください個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認いただければと思いますそれでは本編をどうぞではまず達検師の行動指針の1つ目 宅建業法の15条の内容です。宅建士の業務処理の原則というタイトルです。条文読ませていただきます。宅建士は宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地または建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護、及び円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、 宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないと規定しております。まあ、宅建師っていうのは宅地建物の取引の専門家として購入者の利益の保護、円滑な宅地建物の流通、まあ、流通っていうのはまあ、売り買いって考えてください。これを達成するために、公正かつ誠実に宅建師としての事務を行い、 関連する業務に従事する者との連携に努めてくださいねという話です。そして、宅建業法の解釈と運用と呼ばれる国土交通省が出しているガイドラインがあるんですね。まあ、簡単に言うと宅建業法をより詳しく解説したものです。そこにはこのように書いてあります。宅建師は宅地建物取引の専門家として専門的知識を持って 適切な助言や重要事項の説明等を行い消費者が安心して取引を行うことができる環境を整備することが必要このため、た権士は常に公正な立場を保持して業務に誠実に従事することで紛争等を防止するとともにた権士が中心となってリフォーム会社、可保険会社金融機関等のた権業に関連する業務に従事する者との連携を図り 宅地及び建物のの円滑な取引の遂行を図ることとが必要と書いてあります、まあ、内容的には難しくなくて、はじめにお伝えをしたこの条文を、まあ、少し噛み砕いた、もうちょっと細かくした内容となっております。まあ、条文の中の宅建業に関連する業務に従事するものというのは、ここで具体的にリフォーム会社や、貸し保険会社や、金融機関などに従事するものと、まあ、具体的に書いてあります。では、宅建士の行動指針二つ目。 信用失墜行為の禁止。宅建業法15条の2の内容です。宅建士は、宅建士の信用、または品位を害するような行為をしてはならない、まあ。内容的には当然なんですけれども、気をつけなければいけない部分があるので、まあ、その点をこれから詳しく解説していきます。宅建士は、宅地建物取引の専門家として、専門的知識を持って重要事項の説明等を行う責務を負っており、 その業務が取引の相手方だけでなく社会からも信頼されていることから宅建師の信用を傷つけるような行為をしてはならないそして宅建師の信用を傷つけるような行為っていうのは宅建師の職責に反しまたは職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で宅建師としての職業倫理に反するような行為であり職務として行われるものに限らず 職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれると書いてあるんですね注意しなければいけないのはここです職務に必ずしも直接関係しない行為だったり私的な行為も含まれるんだっていう話なんですねで例えば私的なドライブで煽り運転をするような行為これも宅江士の信用を傷つけるような行為に当たりますよねあとは詐欺行為を行う これは別に業務に関係ない話です。業務に関係ないけれども、業務以外のところで、例えば特殊詐欺とかですね、そういったものに加担する行為、これも、達検士の信用を傷つけるような行為に当たります。こういうことはしてはいけませんよ、という話です。まあ内容的には当然なんですけれども、試験対策としては、職務に必ずしも直接関係しない行為や、私的な行為も含まれるんだというところですね。 ここを頭に入れておきましょう。そして、宅建士の行動指針3つ目です。知識及び能力の維持向上。宅建業法第15条の3。宅建士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。宅建士は、宅地建物の取引の専門家として、常に最新の法令等を的確に把握し、 これに合わせて必要な実務能力を磨くよう努めること。また知識を更新するよう努めること。まあ、この二つをちゃんとやりましょうね。という話です。まあ、これはそれほど難しくない内容だと思います。で、引っ掛け問題で出そうな部分で言うと、15条の3は勤めなければならない。15条の2はしてはならない。15条は勤めなければならない。まあ、この言葉尻を変えてきて、 間違えさせる。引っ掛けるということも考えられますので、まあ、ここも覚えておきましょう。勤めなければならないっていうのと、しなければならないっていうのは別なんですね。勤めなければならないっていうのは努力義務。何々しなければならないっていうのは義務です。なので違うんですね。15条と15条の3はどちらも努力義務となっております。で、15条の2については、努力義務とか義務ではなくて、禁止行為ですね。 してはならない。で、これはもう絶対してはダメですよっていう話なんで、宅検士は宅検士の信用または品位を害するような行為をしないようを努めなければならないと書いてあったら、罰ということになります。そして弊社レトスは個別指導を行っております。無理なく、無駄なく、効率的な勉強法を使って、あなたに宅検合格をしていただきます。次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。